のどかな田園が広がります。この美しいところは秋田県。何年も前からあるのに、いまだに完食者ゼロ人というデカ盛りチャレンジがあるということで行っちゃいました。やってきたのはこちらのお店。秋田駅から歩いてくると30分ぐらいかかります。店内は広く、お子様向けの椅子や大人用の座椅子などもご用意できます。注文してもいいですか？はい、オーダーうどん茶、オレンジジュース、じゃあ生ビール代。生ビール代、はい、はい、ありがとうございます。ゴロッとした唐揚げが8個、ポテト 200g、 メンチカツ丸々2枚と、とんかつ1枚、キャベツは 500g、 カレーこんぐらいと、ご飯がみっちり 2kg。 どーん、5、4、3、2、1、スタート。はい、いただきます。一気飲みのとこ。メンチカツ5、トンカツ、うん、メンチ、おじさん、結構メシの近くのキャベツに。キャベツやばい。唐揚げとナゲット足したみたいな系のやつ。ある程度のうちに食べたら後でソースかけるか。今ドレッシングです。3.5kg のカレーっていう感覚できたら大間違いですよ。カレーほとんどさ、かかってないからもう、ほぼ固形と、この大量キャベツ。唐
ゃくちゃよりは美味しい。ご飯の全貌が見えた。ご飯もめっちゃで。お味噌汁ってありますか？出ますよ。あ、ください。定食並み程度ご飯出さないとカレーが圧倒的に足りない。うん、早っ。ありがとうございます。はい、じゃあ、いただきます。うん、このタコ美味しそう。レモンサワーみたいなもなんかあります？レモンサワーありますよ。あ、あります。あ、それはない。はい。でっかいジョッキってないですよね。ありますよ。あ、ありますか？じゃあメガネあこれで。でも店員さん名乗ってないからなんかこっちの人な感じしないです。なんとなく。なんかあまり秋田県にいる気がしない。はい。秋田の方です。秋田です。あ、秋田か。なんか名乗ってないからあんまり秋田感ないです。東京でチャレンジしてる気分になったけど。秋田ですよ。そんな黙ってない。言われると黙れない。メカレモンサワー。
ロだけど、このドレッシングさっぱりしたフレンチドレッシングだからさ、この食べ物にすごい合う。ちょうどいい。気持ちの問題かもしれないけど、秋田でご飯食べると米が美味しく感じるの。秋田こまとかじゃないと思うけど、気持ち的に水が美味しいから。私東京行って初めて水道水飲めないって気づいて水買ったんですよね。東北にいる時は水買うっていう発想ないから、そんなお金もったいないことありえないと思ってたんだけど、東京行ったら水飲めなくてさ、びっくりして、あ、だから都会の人ってみんな水買うんだと思って。ライトが消えた。ごめんなさい、暗くなりました。すごい。カツ美味しい。ありがとうございます。カラッと揚がってて、あのインサート撮ってる時ちょっと冷めたかなと思ったけど、ずっと熱々でカラッとしてすっごい美味しい。ありがとうございます。ご飯がまだ 1.5 キロ以上残ってる感じなので、何かおかず追加しようかなと迷ったんですけど、時間も時間だし、カレーが濃厚フルーティー系で少しの量でもご飯が結構進むタイプの味だったので、このまま突っ走ることにしました。お味噌汁もあるしね。3分前ですね。はい、ご飯がまだ 400g ぐらい残ってる感じなので、さっきやっぱおかず追加しとくんだったなと後悔しながらラストスパートかっこんでおります。いやー、ギリギリですね。別の店舗さんの方にこれより1キロ少ないチャレンジメニューもあって、そっちは何人かクリアされてるらしくて、小さいデカ盛りは別の店舗さん限定。ありがとうございます。
ここで作ってる。あ、オーナーさんですか。ありがとう。ありがとうございました。今日あれないじゃん、ババヘライス。あ、タレ。はい。すごい。ありがとうございます。どんなものが何キロか、事前情報が全然ないデカ盛りチャレンジに行ったら、ものすごいハードなものが出てきました。この動画はそのうち公開ということで、次回は先にババヘラアイスおかわりドッキリをご紹介します。まだ暑い日が続くうちに。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。真夏の動画載っけてるけど、今年もあっという間に秋に片足を突っ込み始めましたね。夏の終わりは理由もなくなんだか切ないですが、これから来る食欲の秋、楽しみー。